はい、ピーマン焼きそばできました。こんな感じです。はい、おはようございます。今日はピーマンの焼きそば作っていきたいと思います。ピーマン、今が旬でこんな大きいピーマンが売ってました。これでやっていきたいと思います。はい、じゃあ切っていきます。ブスッドスッと、でこの種を取ります。こうやって取ればいいと思います。これでね、こうやって、はい、そしたら大きめにちぎっていきます。こんな感じですね。はい、もう一個は千切りしていきたいと思います。で、千切りするときこうやって潰しちゃいます。その方がやりやすいんです。はい、切り終わりました。千切りとぶつちぎり、2種類のピーマンでやっていきます。はい、そしたら油引いていきます。これぐらいですね。はい、そしたら焼きそば入れていきます。はい、ここでぐちゃぐちゃやらずに、焦げ目がつくまで焼いていきます。多少焦げ目があった方が美味しいんで、様子見てみます。はい、なんか美味しそうな焦げ目がついてます。反対側も焦げ目がつくまで焼いていきます。焦げ目は自分の好きなぐらいの焦げ目。ああ、美味しそう。はい、そしたらピーマン入れます。薄切りのピーマン入れます。水ちょっと入れますね。薄切りのピーマンの方ちょっと焦げ目がついてこうしなっとなってきたら、千切りのピーマン入れます。はい、これで炒めます。で、今日はピーマン以外の具は何も使いません。ピーマン焼きそばということなんで、これでやっていきます。焼きそばソース入れます。おー、いい匂いだ。はい、これで大体出来上がりなんですけど、パサパサな焼きそば好きな人はこれで出来上がり。僕はちょっとしっとりした方がいいんで、水入れていきます。はい、これで完成です。じゃあ盛り付けていきます。はい、ピーマン焼きそばできました。こんな感じです。はい、じゃあ食べていきたいと思います。まず千切りの方混ざった焼きそば食べます。あ、おいしい。ピーマンの味がしっかり出てます。今度でかいのと一緒の焼きそば食べていきます。うん、大きいのは歯ごたえがいっぱいあってめちゃくちゃうまいです。ということで今日はピーマン焼きそば作ってみました。よろしければグッドボタン、
チャンネル登録お願いします。またねー。